え皆さんこんばんこばは今日は今までのトップセミナーの中で最もカジュアルな格好で来ていますがそれは藤田さんが今日ラフな格好でいらっしゃるということを聞いてじゃあ僕もラフな格好で来ようということでこういった格好で参りましたが非常にこうその毎回ですねトップセミナーではその企業のトップの方をお招きして皆さんがケースメソッドを通してさまざまなマーケティングファイナンス経営戦略とかを学んでいますがそういったものを と同時にです、ね、実際の生のトップの声を聞いていただくという機会を設けていますで通常はです、ね、大企業の経営者が多かったわけですが今回はもうインターネットの第一世代を作ってきた藤田進社長にお越しいただいていますで僕は藤田さんを知ったのはインテリジェンスをやめた後にサイバーエージェントを立ち上げられた時からずっとそのメディア上で見ていて最初の頃はずっとです、ね、印象はものすごいこう。 まっすぐ進んでいくタイプだなということをずっと思っていてでもインターネット広告では第一人者の立場になられた後に今度はブログの方に入っていって思い切ってピグの方に行ってゲームに変換するそういったさまざまな変化を思いっきりやっていく力を持っていてであと私はベンチャーキャプテやってるので比較的その多くの会社を辞めたベンチャー企業家の方も多くいますが。 サイバーエージェントの出身の方、優秀な人が非常に多くてです、ね、今日そういった人事制度とか人材関係とかを含めて、どういってこういった会社を作ってこられて、どういう形で変革を起こして、さらにどういった形で人材を育ててきたのかという話を聞きながらも、変化が激しい中で今後何を考えていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。本来ならばここににちゃんと略歴ががああってて読読みみ上上げげるでしょうが今日はあえて読み上げずに 藤田さんのことは皆さんよくご存知でしょうし早く聞きたいという声もあると思いますので読み上げずに藤田さんを壇上にお呼びしたいと思います皆さん拍手でお迎えください藤田さんです、えー、藤田でございます、えー、今日はよろしくお願いいたしますあの堀さん今日あのご紹介ありがとうございましたちなみにあのラフでいいよって言われたんでラフにしてきたので一応僕はあのケースバイケースでちゃんとスーツ着てますんですいません <laughs> えのー。 まあ、とはいえ今日あの2時間というですね僕としても最長記録ぐらい長くしゃべりまくらせてもらえる日なのであのリラックスしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますあの最初50分僕の方からお話しさせていただきますけれども、えー、まあそのサイバーエージェントがどのようにして今に至るのかといったところを最初にお話しさせていただいてあと あの会社の中にユニークな人事制度ですとかあと新規事業を生み出す仕組み作りというのかなり、えーまあ、考え抜いたものがありますので、まあ、そういったものを、えー、お話しさせて頂ければと思いますあのまず簡単なプロフィールですけれども、えー、年齢は今年40歳になってますで、まあ、あの98年にサイバイデント二24歳の時に設立しまして そのわずか2年後の20 2000年に26歳で東証マザーズに上場しましてこの時は独立系の史上最年少上場社長というふうになったというような経歴がありますで会社の方はほうは98年設立ですので今年で16年目か16年目に入っていますで、まあ 売上高1400億、今期、まあ6月末今、今月で終わりですけど、大体1700億、1 6 0 0億ぐらいになったんですけど、実はこれ、売上が上場時、たった4億5000万の年商規模で、上場してから1400から600ぐらいというぐらいの規模まで伸ばしてきましたんで、あのまあ、そういったところも、これからお話しさせていただきます。 まずあの僕自身、生まれたのが福井県でまあ18年間あの高校を卒業するまで福井県のですね田舎の,あの曇り空が年,年間の曇り空が日本で一番多いと言われている土地で生まれて結構あの暗い人が多かったんですけどまあ僕もまああの割と根が暗いところがあるんですけどまあその一方で粘り強い。 性格、えー、であるという人が、まあ、粘り強い人が多いんですけど僕もまあ今まで会社経営者をやっててやっぱり粘り強さっていうのは本当に経営者にとって重要な資質だなと思いましたあの感じてますけど、まあ、そういう意味ではあの福井県鯖江市の,です、ね、あの曇り空の多い中ですねそういう性格が身についたのかもしれないんですがあのまあん 大学で、えー、青山学院に出てきまして、まあ、青学ではあんまり真面目な学生ではなかったんで、まあ、留年もしたんですけれども、あのーまあ、学生時代にですね非常に決定的に重要な経験をしてましてこれはもう今でいうインターンシップみたいなものなんですが、あのーまあ、大学2年生、まあ、2回目の2年生の実質3年生の年に。あの まあ、リクルルートト出身の人たたちがやっている広告代理店ででアルバイトをしたんですこれはもう単純に「フロム m のバイト雑誌を見,見て見つけてバイトを始めたんですけどあのその学校あの会社というのがあの、まあ、オックスプランニングっていう会社だったんですけど、えー、もうまだ全然みんな知らない会社で、えー、経営者が30代前半の、まあ、社長以外もう社長役員5人ぐらい全員。 あのリクルートの同期で辞めたと言っている30代前半の若い人たちでもうあの会社はもう自転車操業そのものだったんですけれどもそこでアルバイトを始めてかなり無茶な新規事業をですね担当しましてまあ飛び込み営業だったんですけどそれをやっているうちにですねあの重要な経験というのはまあ学生ながらも営業のアルバイトをしながらその会社を見ていたらこ,ういうこれがベンチャー企業かと。 えー、そして、えー、社長を見てたらです、ね、自分と年齢が10歳ぐらいしか変わらないし、あのー、自分もできるんじゃないかっていうです、ね、そのリアリティというか、あのーまあえー、企業に対する現実味を感じたんです実はあの高校を卒業する時に非常におぼろげではあるんですけど将来会社を作ろうというのはなんとなく意識はあったんですけど本当にそんなことができるのかというのは全く想像もつかない大学生だったんですけど。 間近で見たというのがです、ね、僕にとっては決定的な重要な出来事になりましてやっぱり親が経営者をやってるから自分も将来は経営をやるというのはやっぱりそういう人たちもリアリティを身近で感じてると思うんですけど僕は親は普通のサラリーマンで平凡な4人家族で育ってきたんですけれどもそういった会社で働くことによって。 今まですごく身近ではなかった社長業というのが、えー、自分もできるしやりたいとで幸い、あのー、そこの、まあ、10歳年上ぐらいの、えー、社長とか専務とか、えー、そういった人たちに僕はあのー、とても可愛がられていたので、まあ、一緒に、あのー、飲んだり遊びに行ったりしてるうちに、えー、経営の悩みとか、えー、自分が今考えてることを聞いてるうちにもう話すのが楽しくて仕方がなくなって、えー、僕も将来起業しようと。 いうふうふにまあ大学生の時感じたんで,すで、えーまあ、就職活動はベンチャー企業を中心、まあまあ、9七年十、まあ、6年ぐらいに就職活動してたんですけども、まあ、当時はまだそんなベンチャーベンチャーという感じじゃなかったんですが、あのーまあ、当時からあのちなみにグロービスの堀さんはもう、えー、憧れの起業家でしたけれどもあのー、まあ と言ってもなかなかこうそのベンチャー企業に就職するような学生が多かったわけじゃないんですが僕はもう最初からですねそこのアルバイト先の経営者に洗脳されてたこともあって自分はベンチャー企業で働くんだとで第一志望は当時 DirectTV に参入していた TSUTAYA、まあの CCC に定めてです、ね、就職活動して、まあ、あっさり知事で落ちちゃいまして、えー、どうしようかなと思っているときに あのまあインテリジェンスという会社をまあ発見しまして発見というのは当時80人しか社員がいないのに新卒を50人取るって言ってたんで無謀な会社だったんですけど実際44人僕の同期入りましたがあのここだったら早くから活躍できるだろうというふうに考えましてまあ社長もえ今、優先の宇野社長だったのでそれも僕のちょうど10歳上ぐらいで。 えー、経営者もまた同じようにリクルートの同期の人たちが集まって作った会社で,でここに、えー、就職しましたであの、まあ、大学5年かけて卒業して、えー、97年にインテリジェンスに入社して、えー、まあ,あの面接の時から言っていたのは将来僕は起業したいですと、えー、言ってたんですけど実はですねやっぱりインテリジェンスに入ってくるような若者というのはやっぱそういう山っ気のある人が多くて。 周りの人がほとんど全員将来起業するって言ってたんです要はあの同期がところがこのインテリジェンスの先輩を見渡してみると、えー、誰一人辞めて起業していないと、えー、つまりこれが毎年同じことが繰り返されているのかというふうに自分で感じまして起業するっていう人は多いけど実際やる人ってのはほとんどいないんだとだからあ僕はあのそうはならないというふうにですね心にえ固く誓って就職しまして チャンスが起きたらいつでもいいからもうあの起業しようと。で、まあ、あの会社に就職して仕事を始めたんですけど人材採用コンサルティング営業みたいなことをやってたんですけど要はあの企業の、えー、新卒採用とか中途採用するあの広告予算とか人材紹介とか、まあ、そういったものを、えーまあ、取ってくる営業だったんですけどあのこの仕事にもうすぐにはまりまして。 月に何百万とか何千万という目標が課せられるんですけどそれを達成するというかクリアすることにすごくたまってあの僕97年の4月に入社して1年1年後に会社を辞めることになるんですけどあのほとんど1日も休まず仕事、まあ、ほとんど実質1日も休まなかったんですあの同期はもう当然休み始めたんですけど土日も会社に行ってましたししかもあのー。 始発で猛烈に仕事をしていて、えーまあ、なんでそんなに働いていたんだというふうに聞かれるととにかくまあ自分に対する先行投資みたいなものとあと、えーまあ、単純に毎月の目標を達成することにはまっていたというのがあるんですけどもう帰りも終電近くだし始発で行くというふうに決めていたので始発で会社に行って、まあ、寝ないでずっと働き続けていた。もうご飯も外にに食べに行かない あの会社の中で売ってる自動販売機のパンばっかり食べてたんですけどそれ当然それで仕事も結果が出てきて1年目でも結構社内で注目されていたんですけどそうこうしてるうちにですねあの学生時代お世話になったさっき言ったオックスプランニングという会社のえ中で内紛が起きましてあの役員が結託して社長を 辞めさせようとしたら逆に株式の比率の関係で追い出されてしまったとでいうので僕が一番仲良くしてもらったそのオックスプランニングの専務がですね、まあ、そういうクーデターで辞めるという話を聞きつけて実は僕から誘って辞めるんだったら一緒に会社作りましょうというふうにです、ね、当時まだ24歳の僕はもうそう言いに行ってしたらそれは素晴らしいと一緒にやろうと。 えー、いうことで決めたんですけど、あのー、それを決めたので、あのー、インテリジェンスその時働いてた会社に、えー、会社作るのやめますと言いに行ったら当時の優先の宇野社長からすぐ呼び出しがかかりまして、あのーまあ、そ,そこまで言うんだったら起業したらいいと、えー、その代わりその専務と組むのはやめて、えー、インテリジェンスから出資を受けろと。 俺に登場させてくれとえいうふうふに言われまして、えー、ちょっとあの聞いた瞬間そっちのほうがいいと、なぜならあのその専務と起業するプラン、まあ、専務が社長で僕は役員だとその時に思っていたのはもう1階の営業マン新入社員の営業マンだったんで新入社員から取締役になれるというのは相当なキャリアアップだと。僕はすごく早く早キャリアアップししたいし 早くネクストステージに来たいっていうのも強く思っていたので思っていたんですけどその宇野さんが提示したプランというのはつまり藤田が社長でやれというプランで、あのー、その時まではですね実はあのー、僕は参謀タイプだと自分を自己分析していたんです、えー、社長がいてそれを支える仕事が得意だろうと思っていたんですけどよく考えたら違うんじゃないか今,今考えたら絶対違うんですけどあのー えー、自分がちゃんと、えー、リーダーシップを取って、ちゃんと、えー、決意、決断し、責任を取るというような立場で、やるべきなんじゃないかというふうに、やっぱり々感じたところもあって、えー、そ,うそういうふうに決めてい、まあ、ったら、ですね当然あの、専務は怒りまして、えー、そこで、まあ、仲違いしてしまったんですけど、まあ、後日、もう何年が経つと、もそんなことは水に流して、今はもう、あの出資もしているような関係になってるんですが。 まあ、とにかく当時はです、ね、裏切り者扱いされながらもじゃあ宇野さんの出資を受けてやりますとでいうのが24歳で実はその会社が、まあ、宇野さんから出資してもらえるというのはまず決まって、えー、藤田が社長でやると決まった以外は実は何一つ他には決まってなかったですまず何の事業をやるか決まってないし他に誰がいるのかというのも要は僕1人しかいないという状況で、えー、とりあえずです、ね、もうこのチャンスを。 えーまあ、逃したくないと思ってましたんで、えーまあ、それでも前に進むと、もう意外と人間、起、あのー、業の準備などしてなくても、そういう状況になって追い込まれればなんとかなるもんだと僕は今でも思いますけど、えー、それで、あのー、やるとで、まずインテリジェンスの中から、えー、結構もらえそうな。 人材あの僕の同期であの今、の副社長の日高っていうあの今ではもう当然、会社の大黒柱みたいな活躍してるんですけど当時、僕の新入社員時代は僕がまあ同期で一番仕事ができるとして一番仕事ができないやつであのまあとはいえでも仲良かったんであの別にあの僕がすごいっていうのをアピールしようと思ってそいつはダメだって言ってるわけじゃなくて本当にダメだったんです。<laughs> えー、それ大阪から呼び寄せまして井高と一緒にやろうとであとアルバイト一人決めてよしじゃあ会社を作ろうとだけど会社を作るからにはやっぱりこれはもうずっと心に思ってたことなんですけどあのすごい会社を作りたいとこれはどうして思ってたかというと将来起業しようと思ったあのことが、まあ、ずっと自分の中でまあそのリアリティが 出たこともあるし、その前からやりたいってなったんですけど、どうしてもなんか、なんで起業するのかっていうのが。もやもやしてたんですけど、ここに書いてありますけど、ビジョナリーカンパニーを読んだときに。あの会社っていうのは、みんなで作る芸術作品なんだと。その。事業の内容であるとか。えー、まあ、どう,う、カリスマ性がある経営者がいるとか、そういうことではなくて。まあ。 あの時を告げるのではなく時を刻むようなものであって誰が社長やってもちゃんと反映し続けるようなものでなければならないというようなビジョナリーカンパニーのコンセプトを聞いた時に非常に感銘を学生時代に受けましてとにかくあの本を鵜呑みにしてビジョナリーカンパニーを作ろうというわけではなくてあのすごい会社を作ろうと就職活動してた時もあの僕のバイトしてた時の,その裏切ってしまった専務は。 えすごい会社に入ったやつあのすごい会社に入るやつがす,あのすごいんじゃなくてあのそういう会社を作った人たちが素晴らしいんだという、えー、ようなことを僕にずっと吹き込んできてたのもあって僕もやっぱりそういう会社を作る側の人間になりたいというのがあったのでとにかく素晴らしい会社を作るんだということだけまず決めてそういうな、あのー、僕含めて頑張れベアーズみたいな仲間でですね考えて、まあ、とにかく、あのー、やる事業の内容 がえーまあ、将来そのぐらいの可能性を秘めたものではなければいけないとそうすると、まあ、僕にとってはもう当時98年、まあ、7年8年ぐらいの時に事業計画を考えたんで8年かに考えてたんですけど実はですねその当時結構ハイパーネットっていう注目されてたベンチャー企業が倒産したりしたり。 あのリムネットとかべっこアメといったあのプロバイダーの先駆けの事業が、えー、結構収益が苦しんでいたりしてやっぱりインターネットは学術的に開発されたものであって金儲けに使ってはいけないんじゃないかというようなあの考え方が支配的だったんです世の中の中空気逆にだから、まあ、あのやるチャンスがあるというふうに思いましたしそれにあのインターネットっていった瞬間あのみんな拒絶反応を起こす人が多かったんです。えー パソコン使えないから俺っていう感じで、まあ、そこもチャンスだと、まあ、我々若いですし経験が少ないので、まあ、勇気を持ってやっていれば何らか自分たちの強みにできるんではないかと、まあ、そんなこんなでですねとりあえずインターネットでやるんだとこのメンバーで決めてで当時ですねあの、まあ、僕含めて営業経験しかなかったのであのインターネットの営業代行会社というのをコンセプトにまず会社をスタートさせたんです。営業代行会社っていうのは 当時インターネットはもうプログラマーとか、まあえー技,術者まあ、技術者が多くてどうしてもいいものを作っても世の中に営業することはできないのでそれを代行しますよというコンセプトで始めたんですね実はですねあのー、後々まで苦しむことになったんですが僕はもう、あのー、営業会社とか代理店というのは本当はあのー、どうしてもやりたくなかったんです。なぜなぜら僕は、あのー もともといたそのリクルート出身の人たちの会社が、まあ、リクルート出身の役員5人、えー、みんなリクルート時代トップ営業マンとかそれらしき人だったというふうに聞いて尊敬してたのにあのリクルートのメディアを販売代理店として代理理店店ととししてて営業かたんですつまり、あのー、リクルートがちゃんとメディアを持っていてその販売をする会社でもあったんですけど。 そうするとリクルートから代理店ランキングとかファックスで送られてきてそれを見た社長がやった1位だとかって喜んでると見てこれだったら別に辞めなくても一緒だんじゃないかと思いましたし実際に代理店をやっていてやっぱりあの突然取扱いを制限されたりとか、まあ、あのまあ発言が弱かったりとかやっぱ自社で商品を持っていない辛さっていうのは非常に感じていましたしあとその自分がいた会社もずっと自転車操業だったのは 単にまあ人の商品を扱っっているだけだけたとでその一方でインテリジェンスがぐんぐん伸びたのはそういった仕事をもともとやってたんですけどあの人材派遣事業にこうグッと事業を絞り込んで、えー、まあ実質的な自分の商品を持って伸びたというのもあったので会社を大きくするためには、まあ、あの自社でし商品を持たなければならないと、まあ、広告とか代理店業の話でいうとやっぱメディアを持ってないといけないんだというのを強く 思って会社をスタートしたんですけどとにかくまず金がないというのと経験もないのでまずはもうとにかく営業するしかないということで会社をスタートさせましたでそれでまあ,あの営業しながら、えー、いろんな事業を見つけて目鼻をつけてどっかでメディアを持とうというふうに決心してったんですけどあのわずかですね会社スタートして、えー、半年でクリック保証型サイバークリックっていうのを発見しまして。 これはあのアメリカで伸びていたバリュークリックの、えーまあ、日本版というようなものなんですけれども、まあ、これを見つけてです、ね、あの一気にです、ね、今までやってた営業を全部やめちゃってまずわずか半年ですけどもうこれだけに絞ろうと、えー、いうことに絞り込んで会社を伸ばそうというふうに考えたんですちなみにですねインテリジェンスから出資を受けというふうに書いてありますが当然あの、まあ、会社を作る時に出資比率どうのこうのっていうのは いいいろろ話し合いがあって特にあの僕がいた会社が出資比率の関係で最後、社長が他の役員を逆転して追い出したというのがありますからやっぱ出資比率が大事だという声が多かったんですけど、まあ、当時、株式会社にするには1000万円しなければいけないんですけど、まあ、僕が精あ精一杯かき集めても200万円しか持ってなくて当時で200万出資したらまあ20%しか持ってないとで日高も100万持ってきてまあ300万で。 残り70%とりあえずインテリジェンスが出すけどあのちゃんと会社が軌道に乗ったら藤田の会社だと言えるような、えー、出資比率に変えてあげるよと宇野さん、口約束でしてくれたんですけどだから実質的に70%インテリジェンスが持っているあの実は連結子会社だったんです、サイバーエージェント。今も誰もも誰そんなななこと言わいいいし覚えてもいないんですけど でまあ、そんな状況でとにかく宇野さんが約束を守ってくれるのかどうか分からなかったですけど、まあ、とにかくもう早く経験積んでやるしかないということでやってたんですけど、えー、サイバークリックが当たりまして、えー、倉庫でそれを伸ばしてちなみにサイバークリックってオンザエッジ堀江さんが開発したんですけどあの一緒に組みこれ我々技術力がなかったのでたまたま見つけたオンザエッジで堀江さんが自分でプログラミングすると。 その代わりあの単なる請負じゃなくて売り上げをシェアしてくれということでそれ以来まあ堀江さんと、えー、我々は非常にまあ二人三脚で会社を大きくしてきたんですけど、まあ、それが当たって直後にです、ね、インターネットバブルがやってきましてこれあのあの99年の春からいきなり来たんですけどもこれアメリカの株式市場で、えー まあネット関連のネットスケープとかヤフーとかが株価がバンバン上がるんで今度日本が上がるということで日本のネット関連の株がもう無条件にバンバン株価が上がり始めてところが当時まだネット系で上場してる会社がわずかしかなかったので今度はそれに投資してる光通信とかソフトバンクに株価が上がり始めてそれでももうなくなっちゃって。 未公開カバーに投資しろということでネット系で目立ってるところというのに投資し始めたんですけどあの我々もネット系で目立ってたんですこれはどうしてかというともう入会社作った直後からとにかく頑張ってたのは宣伝あのもうとにかく新日系の記者が取材に来るという日はもうどんなお客さんよりも一番大事に扱い、えー、もうアポイントキャンセルしてまでそっちを優先したぐらいしてもうあの書きたそうなことをわざわざしゃべって。 喋ったりしたりとか、まあ、不安な要素を全部なくすように努力したりしていて、まあ、よくもうメディアに宣伝されていたのでもういきなりやっぱりベンチャーキャピタルからも注目されて、まあ、どんどん出資が集ま,集まると、まあ、当時資本調達は結果的にしなかったですけども、まあ、そういう状況に変わりまして、まあ、どんどん株価が上がっていくんですけどやっぱりどこかでは弾けるだろうというのは僕は当然感じてましたけれども。 あのーまあ上場その時期にし,しなければ逆に言うと戦災一遇のチャンスを逃してしまうということで焦っていて、まあ、その当時資本の問題も解決させないと連結子会社のままなので、まあ、宇野さんにもう僕も本当にこう断られたら辞めるつもりで交渉していたんですけど、まあ、最後折れてくれまして、えー、じゃあ、藤田が出資を、あのー、過半数になるようにしてやるということでまあやったんですけども。 あの僕がお金を借りて5000万借りて出資した以外に、あのワラントというのがありまして、成果報酬型ワラント、ストックオプションみたいなものなんですけど、実際に上場できたら、それは行使できると、それが上場後1年半後っていう、な,なんかよく分かんない条項を1個入れたために、その後大変なピンチにいる僕は陥ったんですけども、まあ、そういうものでシェアをやってくれまして。 えー、そのままですね、あのー、99年にはあのー、孫さんがナスダックジャパンというのも、えー、作って、えー、東証マザーズも、えー、その直後にでき、えーまあ、インターネットバブルの時代、えーまあ、赤字でも上場させるんだという中ででもともとは黒字の予定だったんですけど、まあ、決算基準変えたら我々もあの4億5000万の売上しかないうちに2000万赤字だったんですけどそれでもですね あのー、なんとかですねいろいろ大変なこともあったんですけど気合で乗り越って、まあ、2000年3月になんとか上場にこぎ着けたこれ結構ですね僕も勝負してましてこの2000年3月に上場と、まあ、ずか2年で、まあ、26歳で上場したんですけどこれ、あのー、上場直前に、えー、80坪しかないオフィスに行ったんですけど、えー、もう、えー、上,場が見込上場を見込んで1500坪の上場見込んで。 マークシティのワンフロアを借りてたんですで、えー、人が入らなくても溢れてたんですけど、えー、その時に入社を待ってもらってそのマークシィものすごいたくさんの内定者を出してたもういろんな大企業からもう今ネッ,トバネットバブルだったり特にもういろんな人来てたんで,でこれで資金調達が上場してできれば、あのー、全て事実もあうんですけどこれできなかったら、あのー、マークシィの契約と えー、大量採用を残してそのまま倒れてしまったかもしれないんですけど、まあ、その一方でもういろんなところは大金を出資したいと思って言ってたんで、まあ、それでなんとかなるだろうとはどっかにあったんですけどもうネットバブルがその前に弾けたら終わってたんですけど、えー、なんとか乗り越えまして、えー、上場したんですけど上場した瞬間からネットバブルは弾けたんですこれは本当、セーフなんですけど、えー、ちなみにです、ね、4億5000万しか売り上げないと言いましたけどその時調達した金額が225億円です。その もネットバブルさなかだったんで,でそれを調達しまして、えー、ところがまあ株価がバンバン下がっていくのでもうその株主がカンカンに怒り、えー、メディアでは叩かれ、あのー、逆にやっぱり上場した時の株っていうのは当時はプラチナチケットと言われてもうとにかく買えば必ず上場するというそのようなもう一部の株主しか手に入れられないものだったんで、あのー、社員にが優先的に買える制度っていうのを、まあ、当時 財務担当野村証券から財務担当の人が発見してそれをやっていたので社内,から社内でかなり株を買ってたんです社員がそれが全部バーンと落ちちゃって僕は個人としてはあの200万しか出資できない2年前と違ってもう上場した時の僕の個人資産が250億ぐらいになってたんでえ自分だけ儲かって全員に損さしているという株主も損する社員まで損さもう非常に。 紙面楚歌のような状態になりまして、まあ、あの何を言っても説得力がないし聞いてくれないし、えー、もういろんな人がずっと怒ってるという状況の中で、まあ何とかしようともういろんな無駄なもがきをいっぱいしたんですけどもうどうにもなりませんであの株価がもうバーッともう雪なだ崩のように落ちてそのまま死んでの死んだ人みたいにピタッとそこで張り付いたんですけどあの株価の底で張り付いた時の金額がですね これまだ早いかあのちょうど、えー、サイバーエージェントの、えー、225億兆200億円ぐらい現金を持っていて、えー、それを買収するのに80億ぐらいで買収できるつまり、えー、サイバーエージェント買って全部一瞬でもみんな解雇して生産すれば、えー、80億でちょっとちょう、えー、買収して180 120億利益が出るという状態にあったので、えー、そこであのー 株を買っていったのが村上ハンドの村上さんで、えーまあ、村上さんが買っていってで、まあ、物言う株主なので、まあ、その金が余ってるんであれば株主に返しなさいと、えー、上ョ時はネットバブルで市場が間違ってたんだからそれは間違ってましたということで返せとで、まあ、あのちなみに村上さんはや安くなってから買ってるんで返せって言って CJ <laughs> はよくなさそうなんですけど、まあ、市場原理でいうと今やってる株主に返しなさいと。 でえー、その時ですねさっきちらっと話したワラントというあの成功報酬ワラント、えー、上場して1年半後に行使できるワラントというのを、でその1年半までだったら、それが行使できないんです、逆に言うと、つまりそれまでだったら、あのサイバーエージェントが買収できる状況にあって、えー、GMO インターネットの熊谷さんなどがあの買収をしようとしたんです、えー、サイバーエージェント。 最初は藤田君一緒にやろうって言ってた熊谷さんも途中からもうなんか怒りだしたりとかしちゃって今 <laughs> 仲良しなんですけどえまあその非常に追い,込められ追い込まれましてもうあの勝手に買収すると社会的批判もあるんで僕を一生懸命口説いしてたんですけどもうとにかく買う方もタイムリミットがあるんでもういろんなもう脅しすかしなだめみたいなのいっぱいあったんですけどもう最後あのもうだめだという時に。 えー、もうそんなんだったらもう優先の宇野社長に買ってもらった方がいいと思って覚悟を決めて宇野さんにもう買収されてもいいですって言ったらもういらないって言われたっていうのがあったんですけどまあその時にね、あのー、助けてくれたのが楽天の三木谷さんで、えー、ホワイトナイトっていうような形なんですけど、まあ、村上さんの株を全株買い取ってくれて、まあ、それでなんとかベンチャー企業、えー、まあ当時 まあ三木さんはベンチャー企業を助けないといけないねモードだったんですけど最近もあのそんなモードですモードっていうかまあ,あの神経連っていうのがあってそれでなんかそういうベンチャー企業日本に苦戦しないとって言ってますけどまあそういうのがあってですねあのまあなんとかくぐり抜けたとでまあその時ですねもうネットバブル崩壊してもうあとはもうもう くり抜けたもののかといっても今すぐ会社の業績が良くなるわけでもないのでもう中長期的に腰を押しつけていい会社にするしかないというふうにやっていったんですけどやっぱり自分の中でもよく分か,かったのはやっぱバブルの時にバッとあのストックオプションとか、まあ、高額報酬で集まった人たちというのは、まあ、崩壊すると一緒にバンとやめていてってしまったのでこんな会社でやっぱ中長期的に会社経営できない。やっぱり会社の,あの まあ市販機決算で開示してますけどやっぱりあの特にベンチャー企業なんてやっぱりそんな毎四半期ごとにばんばん上がるっていう理想的な状態がいつも来るわけじゃないのでいい時も悪い時もちゃんと耐え忍ばなきゃいけないと会社をちゃんと作り直そうというふうに決心しましてもう腰を据えてやろうとあの我々です、ね、僕は人材採用コンサルティングの仕事をしてただけあってもう採用はもう会社始めてすぐに一番注力しててたんです。 あの信じられないことなんですけど僕98年に会社作って3人しか、まあ、3人って僕と日高とアルバイトしかいないのに新卒に5人内定出したんです社員ゼロなのに、えー、なんだかごまかしごまかしだからそれが一期生がいてもうその年から毎年新卒を取ってきたんですけどやっぱり、あのーまあ、日本企業特有の傾向かもしれないですけどやっぱ新卒で取るとなかなかやっぱり簡単にはやめないし、まあ、ロイヤリティも高いし強いということで。 より新卒そうこうしていうとあの速攻してるうちにですね何、えー、ていうんですかね、まあ、これはたまたまオールアバウトオールアバウトってもともとリクルート出身のリクルートオールアバウトっていう名前だったんですけどオールアバウトの江端社長があのリクルートは買収が苦手なんだと、えー、なぜならもう会社のカルチャーが強くてその買った会社と合わないかもしくは向こうが嫌がるんだという。 話をした時にサイバーエージェントもリクルート出身の人の会社で僕も働いてきたのでそれと同じような影響を受けているし似たようなもんだなというふうに感じましてそれまで資金だけは大金をもう調達していたので買収も一生懸命やろうとしていたんですけどなかなかうまくいかないし買えそうなものもないとやっぱり事業は自分で作って伸ばそうとまず事業を自分で作って伸ばすんだというのと 人材も自分たちで採用してゼロから伸ばすんだ特にインターネット業界はもう当時特にそうだったんですけど経験者がいないのであの外から取るというのは非常に難しくてもうだったら自分たちで採用して経験を積んでもらって育てた方がいいということであの大型の買収をしないとあと大型の人材を外から連れてこないということを決めまして中から内部昇進で役員を出していったり。 えー、足りないいい経験を積ませていくというところに注力し始めたんですで、えー、これでもう2003年、まあ、粛々とやり始めて、えー、上場して初めてですね2004年に、あのー、黒字になった上場してもずっと黒字にならなかったんですけど、えー、ようやく黒字化しまして、まあ、それ以降はずっと増益してるんですけれども、あのーまあ、やってきてですねあのその一方でですねもうずっと僕の中でコンプレックスに思ってたのが。 先ほど言いました話した通りですね会社を作った時に代理店業や営業代行をやりたくてやったわけじゃなくて自社のプロダクトがずっと欲しかったんですけど一旦はサイバークリックに注力したんですけどその一方でもう会社を上場してしまって事業を拡大するのに単純なサイバークリックだけではもう追いつかなくなってきてもうすぐに売上との利益を作らなきゃいけないということでまた代理店業をやり始めちゃったんです。 強化し始めたやり始めちゃったっていうのはあれなんですけど今はもう結構代理店業はあのインターネット広告で1位になってますんで、えー、やり抜いてあの大きくしたんですけども僕の中ではやっぱり不本意だ,だった代理店じゃなくて、えー、自社でプロダクトを持ちたいと、まあ、このネット広告業界でいうとインターネットのメディアを持ちたいというのがあってですね、えー、それをずっと探してたんですけどあのヤフーがですねぐんと日本でヤフージャパン大きくなって以来 ポータルというコンセプト以外目立ったものがなかなか見つからなくて、まあ、いろんなものを作ってみたものの決定打を放てないまま代理店業をやりながらメディアを作ってたんですけども2004年にですねちょうど Web2.0 という潮流がアメリカからまたやってきましてこれはブログや SNS ウィキペディアなどの登場によってできたんですけど。 最初、これを僕は軽んじていたというか、まあ、そんなにまた,またかって感じだったんです。これは今思えば大きな変化ですけど、そんな変化らしきものはしょっちゅうあって、えー、空振り、あのグループの時も結構、グループンって言って、まあ、結構空振りだと思うあんなのよしょっちゅうあるね、年とき、大騒ぎするんだけど結構空振るという、えーまあ、そういう、あのーまあ、ものかなと思ってて、最初の半年ぐらいは。 えー、あんまり注力してなかったんですけど、あのー、何よりですねもう今,今思い出しても痛もい,いとしか言いようがないのは自分でブログを書かなかったんですこれはあのネット業界の経営者としては致命傷としてだめなんですけどあのずっともうあのネットバブル崩壊で株価を落とさせて以来もうネットで散々叩かれて何回炎上したか分か,か炎上させたんでもうネットに拒否,もう拒否反応自分の言葉で書くの嫌だっていう状況だったんですけど。 あのそれでもですねなんかブログが気になってなぜなら堀江さんがなんかブログでえなんかいっぱい書いてたの面白かったんで書いてみたいでも叩かれるのは嫌だっていうのであの誰だか分からないようにブログ書き始めたんです最初あの東京で働く社長のブログってもう絶対分からないでしょっていう感じでやったんですけどあのなかなかアクセスが伸びなくてちょっとイライラしてきて今度渋谷で働く社長のブログに変えて。 えー、ちょっとずつ俺だよって分かるようなことがあって当時あの女優と付き合ってるので「フライデーされたり注目を浴びてたもんですから変な方向であのちょっとずつそのなんか私生活を出してみたりとかしたらぐんぐんやっぱ伸び始めましてこれはすごいっていうのにようやく自分が裸んで気が付いて今までそのフリーホームページみたいなもんだろうって と思ってたんですあと日記サイトみたいなのよかったんですけど全然そのアクセスの拡散の構図が違うんでこれはやばいやらなきゃっていうのでもう遅れたのをすごい悔やみながらもアメーバブログこれも競合に半年遅れでスタートさせまして、えー、これをあのサイバーエージェントの主力事業に持っていこうということであのアメーバというのを会社のロゴにまでしてえ勝負かけていったんですけど。 あのこれもなかなかですねもともと営業会社出身でやっぱり技術力がもう企業文化的にも弱くてですね、あのーまあ、なかなかこうでかくできなくて、えー、必死にやってやってたんですけど、えー、まあとは言ってもですね2006年2007年というのは、まあ、2007年の1月に堀江さん逮捕されたんですけれども、まあ、それまではですね、えー、まあ なんんですかネット業界結構また勢いを取り戻していて僕もヒルズ族なんて呼ばれて、まあ、その前はあの、えー、ビットバレーとか言われて今度ヒルズ族みたいに言われて、まあ、なんかまた時代の波が来てたんですけど、えー、なかなか本当はアメーバを大きくしたどできなくて、まあ、注目だけ浴びてもう会社の仕組みこれあのまた後ほどお話しますけど仕組みだけはどんどん作っていって働きがいのある会社にもなって昔はもう離職率が異常な会社だったんですけどまあ あの会社整備されていったとであの2007年にですねもうフリ右モンが逮捕されて、まあ、状況変わってしばらくしてからなんですけど僕ももうあのもうアメーバがなかなかでかくならないので2004年から始めて3年経ってうんともすんとも言わないといでもうあのまあ覚悟を決めましてもう会社もうこれでアメーバ立ち上げられなかったら、えー、責任取って社長を辞めると。 その代わり今、アメーバをやっている幹部は全員更迭ということですね全員まあ僕にとって初めてだったんですけどあの幹部3人更迭し、えー、僕がアメーバのトップとして自分でえゼロから,やら覚悟を決めてやったというのがあったんですけど、まあ、そこからですなんとかあのやっぱり社長が本気でやるというのはものすごく大事なことだと思うんですけどアメーバを立ち上げて、まあ、2009年え黒字化しそしてマスク ソーシャルゲーム事業などもやりであの、まあ、大体アメーバだけでですね黒字化するまでに60億ぐらい累積で5年間でかな5年間で赤字を積み上げたんですけどもうアメーバ単独で1年間に100億ぐらいの利益が出る事業に2010年9年9年10年ぐらいになってたんですところがですねそのままやってるとアメーバっていうのはもともと PC と 今でいうガラケーのサービスだったんで、スマホに今度、ガラッと変わるというような状況がきて、今度またです、ねえー、赤字になっても突っ込むと、えー、全部スマホに変えるんだというふうにやって、ちょうど今、スマホに入れ替わったというところまで来たというのが今です。はい、ちょっとあの時間配分、完全に失敗してす、すい <laughs>、えーね、ません。 質疑応答時ときにお話しさせていただければと思うんですが、これが会社の歩みなんですが、もうあのずっと増収、これ、四半期ベースなんで、ちょっとでこぼこして見るようにちょっと見えますけど、といっても長いベースでずっと伸ばしてるんですけど、栽培税の特徴は、一切大型の賠償をやらないで、えー、基本的には自分たちで作って伸ばすと、えー、人材も、えー、自分たちで採用して育てると。ということはですね、どんどん新規事業とか新しい事業、自分たちで事業を作らなきゃいけないので、 新しい業をやっていかないといけないというのがあるんですけどそれをとにかくやってきた歴史がありますインターネットっていうのはあのー、ほっとくとですね時代が変わっていきなり自利品に陥るようなもの,ものがまあ本当にしょっちゅうあるので今でいうともうガラケードもじっと PC のもじっとしていればスマホに入れ替わった瞬間死ぬんでもうどんどん右肩下がりになっていくんでスマホに切り替えたんですけど、まあ、あの直近の決算、まあ、昨年でな1400億。 1> で170億営業利益出してますけど今期9月決算の,もうあの今出している予想ですけれども100億つまり170億から100億に減益させてその分全部アメーバースマホの CM などを含んだ先行投資に突っ込むというふうに今年はもう最初から決めて突っ込んで来年は200億以上出して2018年には1000億円ぐらいの営業利益にするために。 1>, 1回へこむというふうにやってたんですけど僕の中ではやりきったというような手応えを得ていますで従業員はですね今2777とか約3000ですけどもうこの2年ぐらいにも 1000, 1000人ぐらい増えてますんでこの1000人増えたっていうのは全部スマートフォンの開発する人材のチームほとんどエンジニア、まあ、基本的には内政をやっていくというような考え方をしていますでちょっと特徴的なのが あの年齢別の比率を見てみると2700人もいるんですけど20代と30代がもう98%ですのでまああのサイバ栽デンと社内に来てもらうと本当に若い人たちは生き生き働いていると思います職種的にはもうあの会社始めるときは営業会社ですけどもエンジニアクリエイターというのが大部分を占めるという感じです あと人事制度の中で、ですねこれ、われわれの中で決定的に成功したものなんですけど、CA8 というのがありまして、あの2年に1度役員を2人入れ替えると、で役員は8人にするっていう制度がありまして、これもう、4回やったのかね、4回、4, 4回か、やったもう一巡してるんです。変わってない人もいる、変わってない人例えば僕ですけど、あのまあ、あの僕も一応これ、 その対象に入ってますんでこれなんでこんなことを始めたかというとあの、まあ、見ていただいている通りみんな若いので役員に1回なるともう上がつっかえてるように見えると下から見るとであろうということをですね役員合宿で話し合いましてそれだったらあの必ず2席譲るよっていうのを言うことで次期役員の層が活気づくんじゃないかという仮説をもとにですね この制度を2006年もうだから8、8年前ぐらい入れまして6年、7年前か、7年前に入れまして、始めたんですが、これは思わぬ効用があって、もともと譲って頑張らせるつもりだったんですけど、役員が頑張り始めたんですよ、これなんでかって、辞めさせられたくないから、<laughs> この8分の6に入ってないと、自分が高額危機になると。 これあのやってるうちにです、ね、あの次期役員は誰だっていうのは当然社内で予想し始める人が出てきて社外でもあのなんかこう勝手に予想を Facebook にアップする人が出てきてです、ね、しかもあの役員に選ばれるとお花とかどさっと送られてくるんでもうやめづらいっていうかあの日本の会社ってやっぱりそういうところあると思うんですけどあの子どもの学校とかにもやっぱサイバージェント役員さんみたいな感じじゃなくなるっていうのは。 もうこれは耐えられないということでもうみんな一生懸命役員が働き始めたらあの会社ってやっぱ役員が一生懸命働くってめちゃくちゃでかいってことを改めて気が付いたんですけどやっぱり現場に任せてもうほとんど仕事しない人とか上がってる人もいると思うんですけど、まあ、うちの社員は僕含めても猛烈に頑張って働いてますけど、えー、まあこの制度によって結果的に役員が働き始めた。 最初のうちはその頑張らせようと思った次期役員になれそうな層というのもえが思ったほどピンとこってなかったんですけどこれ毎年やるにあたってあの自分も可能性があると思ってすごくそれを目標に頑張り出す人が出てきたのでものすごく会社の活性化につながりました CAJJ、AH、プログラムあのこれあの新規事業をスタートする際にあの J5 からスタートして規模が大きくなると J1 に昇格するという制度を決めたんですけどこれを決めたことで、あのー、撤退ルールっていうのがあるんですこの J5 で授「事業はいスタートしてください」えー、っていうのをスタートするんですけど、えー、スタートして1年半以内に黒字化できないと、えー、というのは J3 にあの黒字化すると J3 に昇格するんですけど事業の見直しかもしくは撤退という,いうふうになる い,うふうにあのいずれにしても、まあ、何四半期連続減収減益になった場合とか減益になった場合とかっていうのがあの細かくルールが設定されていて、あのー、赤字の上限も決まってるのでこれによってつまり何個や事業をスタートしようが、まあ、我々の経営的に読めるようになってきていや無駄に事業を始めてもうだめな爆誘地面ずっと投資続けることはできないしもう最初からこのルールに従って、えー、自分たちでやれなかったらダメだと思ってやってるので。 そういう意味ではこれをルール化したことが新規事業が大量にで,できるようになりましたあとまあ人事制度もちょっとこれはらせてもらいますあとあの自分たちで作って伸ばす中で新サービスを生み出す仕組みというのをあのもうとにかくあの泳ぎ続けないと死んでしまうマグロのような会社なので。 なぜならもうネット業界コロコロ変わりますからさっきスマホが出てきたことでガラケーだけも握っている人会社をもう、えー、ほっといても死んでしまうのでとにかく新しいことをやらなければいけないし、あのー、変化に対応させなければいけないとでこれをですねいろいろやってるうちにかなり確立されてきましたまず当然事業プランコンテストというのは社内であって2004年からやってるんですけど一回やると社員、まあ、半年1回で1回やるともうあの直近だと800案書いてありますけども。 まああのそのぐらいの数800案社内から新規事業が出てくるっていうのも審査するのもたまんないんですけどあのもう多分日本で一番新規事業出てくると思います新規事業プラン以外に MOC プランコンテストっていうのがあって例えばツイッターの事業プランを見てもツイッターの何が面白いのかって紙では絶対分からないので。 試作品を持ってモックって試作品ですけど試作品を持ってくるプランのコンテストというのをやりましてこれはまあ技術者対象にやっています。で明日会議っていうのがこれがあの実はですね大きなアイデアはほとんどここで決まっているんですけどこれどうやってやってるかというともともとあの需要プランコンテストをやってるとあの上層部の人間が「もう6くな,らないよ」とか「こんな全然ダメだよ」とかこう審査して言うんですけどじゃあ お前はさぞかしいいアイデアを持ってるんだろうなっていうのは僕も含めてあるんですけどやっぱり日々暴殺されてると考える日がないので1泊2日で温泉宿にでも行ってとにかく合宿で新規事業を見つけるまで帰ってこないというふうにやれば意外と本当に出てくるものでこの事業をやり始めてからこの合宿を年2回開催するためにどさどさ新規事業が決まって新会社もばカばカできるというふうになりました。あとあとの まあ授業プランコンテンツ800話も出てくるんですもう目の付けどこはいいんだけどもちょっと足りないな惜しいなっていうのを最後詰め切ろうとこれも合宿に行って詰め切ればもう合宿は我々は対応してるんですけどちゃんと詰まるということでこれも合宿に行って1泊2日で惜しいアイデアを詰め切って帰ってくるというのをやっています。ああとそういういアアアイデア始まって例えばばススマホのアプリであればリリでれースして してそこそこのものであればあとはネットビジネスっていうのは運用を頑張ってどんどん改善を積み重ねたり、えー、伸び悩んできたら打開していけばなん、あのー、とか伸ばしていけるんですけどもうこれ棒箸にも棒にもくれないというのは出しても,もうしょうがないので、えー、そ,のそれを K 点として K 点チェックっていうのを社内でやっていてこれは、まあ、K 点は超えているからとりあえず出してその後何とかしようというものか、えー、どうしようもないからそれを上回るまで出させないというか、まあ、チェックする機能があると。 あと、えー、リリースしてからも、あのー、定着率などの数値化したもので、えー、数字があ,のあまりにも悪いまだ出来が悪いものな赤信号で、えー、上がってくると黄色信号青信号ってなるんですけどこれ赤信号の間はあの広告費ももらえないし、えー、アメーバなどからの誘導もしてもらえないので。 出来来が悪いい上で人も来ないと逆に言うとあの出来が悪いものに人を流しても帰るだけなんでダメで黄色青とすると広告費が増えて人がバッと入れてもらえるとつまりあの中身をよくして信号を上げないと誘導もできないので伸ばせられないというような仕組みを作ってますあとあの打開前回これ打開と改善なんですけど、まあ、インターネットサービスは打開と改善を作り返してきて伸びるはずというようなテーマをもとに打開の間と改善の間っていうのを会社に作りまして。 えーまあ、2週間に1回、ここりこもってですね自分たちのサービスを打開したり改善したりすることをまあ気分付けています、まあ、あと、運用のチームを作ってやってたり、えー、改善にポイントをつけたりとこれちょっとベルトコンベヤーみたいにやってますけどちょっと分かりづらいですけど、まあ、あの社内からですねもうあのアイデアを活上げするように、えー、新規事業プランを合宿に行ったり事業プランコンテストをやったりして、えー、集めてその中から5を出したものを あの経験チェックとか信号線打開前などやって、よに送り出していくという、一応あの、まあ、社内の知恵を結集する仕組みっていうのが、えー、すごく完成度が高くできています、はい、あのちょっと最後まとめてますけど、えー、時間を、配分を間違えちゃったので、走らせていただいて、あの堀さんとのお話に移りさせていただきたいと思います。じゃどうううもあありりががととごござざいいまました藤田